欲望と快楽の街、ハベンナの幕が開くよ。行き交う人々、終わらないざわめき。人をかき分け、立花君演じるチッチは歌小屋へ。そこには城田君演じる歌小屋の歌姫、ルキオラがいる。ショータイムの始まりだ。ミッキー、よろしく。オーラマハベンナ、産湯に浸かるように暖か。オーラマハベンナ、ゆりかごが揺れるように柔らか。骨までとろけて忘れてしまえハベンナ、美酒と美食に心まで疲れハベンナ。店の客は大盛り上がり、拍手喝采、歓声の渦。オーラマ、オーラマ、石棺だ。もっと聞かせてくれ。石棺だ、石棺だ。石棺だってなんだ。ハベンナ語かな。不義王のプリンケプスもそうだけど、今回造語が多いよ。はあ、何回歌わせる気を。お疲れの歌姫は客を無視して舞台裏に戻ろうとする。だけど気づくのさ。ルキオラが愛してやまない友達がいることにね。あ、もう一曲だけ歌ってあげる。今日は友達が来てるから特別。チッチのためにアンコールに応えたルキオラ。ショーは終わり、二人は店の外で落ち合う。チッチに駆け寄るルキオラ。チッチ、来てくれたのね。シロタ先輩、アルジャンヌやるの納得いってねえみたいだったけど、歌もすげえし、これなら。ルキオラ、もっとはしゃいで。チッチ、来てくれたのね。声だけじゃない、体も。楽しいことがあれば踊り出して。踊る？ハベンナはそういう街だ。自由に、ルキオラらしく。ハイがジャックエースになった時みてえじゃねえか。はい、ここで与永君演じる不義王がファンの女子から逃げるようにかけてくる。このままじゃ捕まってしまう。こっち、ここの物陰に隠れて。ヨナガ君、君はハベンナ一の人気者だ。もっと華やかに。あ、はい。チッチとルキオラは不義王の舞台を見に行く約束をして別れる。ルキオラが去った後、姿を現したのは織巻君演じるポンタルチアのボーイ、ジレだ。ポンタルチアの出勤時刻が近いよ。1時間前には部屋に入れってドミナが。お客さんと偶然会ってしまって少し遅れただけ。仕事はきっちりするのよ、私。それはドミナから聞いているさ。嫌というほど。さあ行こう。チッチがチカチーナになる時間だ。
って。織巻君、ジレは今どんな気持ちなの？え、嫌な気持ち？どうして？どうしてって、ジレはチッチがヨムギユリやってんの嫌だから。でも、チッチを店に連れて帰ればチッチと一緒にいられるんだよ。じゃあ、嫌じゃないんですか？織巻君、感情を一つにまとめないで。明朗な答えを求めないで。その時点でジレじゃなくなる。はい。場面は路地裏へ。街のランプが薄暗く灯すこの場所では、ヨモギ売りの女が道行く男たちに声をかけている。そこに姿を現したのは、この場所には似つかわしくない神父様。こんな町で布教活動かい？信心深いね。でも私たち説法はこりごりだよ。神様の影に怯えてお客が逃げるだろ。ほらあっちに行って。今日もここはヨモギの匂いに支配されている。はい、ダメ、神父っぽい。カイさんは神父役なのに。そうだよ、ハベンナという汚れた町で神の存在を説く鬼人だ。欲望と快楽を表に出すことができない臆病な人間なんだよ、神父は。国土、お前何？いや。おい、クロウ、先に言っとくけど、俺もまだお前のお眼鏡にかなうもんはできねえぞ。ジャックとジャンヌじゃ見せ方が変わる。納得いくもの作るには時間が必要だ。分かっておりますよ、王子。冬公演はレベルアップを目的にやっているんだ。順調にいくとは思っていない。とはいえ進みが悪いね。今日の稽古はここで終わろう。みんなじっくり考えておいて。稽古をやれるレベルに達していないってことだよね。フミさんとカイさんでさえ苦戦してるからな。ネジ先輩に注意されなかったの立花だけじゃねえか。ああ、そうだ、立花君。全部まとめて一言で伝えるつもりだったんだ。はい。君、この役を演じる上で一番必要なものが欠けているよ。え？それじゃあチッチになれない。自分のことちゃんと見ておいて。あ、ネジ先輩。この役を演じる上で一番必要なものが欠けている。くそ。あ、白田先輩。あれも白、これも白。僕はフミさんじゃないんだぞ。これじゃ歌に集中できない。
ゃうわね、未来のスター橘キュン。冬のシーズンはオーラマハベンナの特別レッスンをやるわよ。なんだかセクシーな舞台らしいじゃない、私の得意ジャンル。じゃあ今日はどのメニューにする？色っぽいキャラクターね、チッチッて。おつけ、私の魔性を伝授してあげる。ああ、冬公演が楽しみね、お疲れ様。今日は一人一人の演技を確認していく。まずは与永くんから。はい。場面は立花くん演じるチッチのもとに不義王が客としてやってくるシーンだ。よろしく頼むよ。はい。やあ、また会えたね。不義王はご機嫌だけど、チッチはそうじゃない。街で出会った時、ルキオラの前でうっかりチッチの仕事用の名前を呼んでしまっていたんだ。外にいる時は仕事用の名前で呼ばないでほしいの。すまないチカチーナ。ああチッチ、まさか街で君に会えるなんて思わなくて嬉しくなってしまった。君こそ気をつけた方がいいんじゃないか。どういう意味？俺のことなんか、店の客のことなんか無視すればよかったのに。隠してるんだろ、君がよもぎ売りだって。しっかり色男やってんな。ちゃんと花もあるじゃねえか。よもぎを炊くわ、先払いを。あと、ここではお店の名前で呼んで。悪い、君は秘密主義だな、チカチーナ。いい匂いだ。ねえ、上着を脱いで。あ、ここまでは上出来なんだけどね。後ろから腕を絡めるのが好きよね。そうだ、さあ早く首元へ。ゾウちゃんの後ろに回って。ゾウちゃんの体を撫でながら首に手を添えて。はい、ストップ。与永くん、アプローチシーンド下手。すみません。もっと甘えるように身を寄せて。君がイメージする不義王もそうしているでしょ。はい。お次は織巻くんね。
仕事を終えたチッチとジレが話しているところに、大鳥くん演じるファキオと僕演じるドミナがやってくるシーン。まずは大鳥くんから。チカチーナ。ファキオだ。ポンタルチアの店主、ハベンナの大富豪。彼がいるってことは。ずいぶんよもぎの匂いが強いじゃないの。無駄遣いしているんじゃないでしょうね。ドミナ。ポンタルチアの大狼。ファキオの愛人。こんばんは。またプリンケバブの彼が来たのかい？プリンケバブじゃなくてプリンケプスですよ、ファキオさん。ケバブでもピラフでもいい。君があの人気者を夢中にさせてるってことが重要なのだからね。大鳥くん、個性的な役なのにしっかり掴んでる。それで稼ぎはいくらだったのかしら。ああ、これだね。ネジ先輩もさすがの演技だ。はい、チッチからお金をむしり取ってファキオとドミナ去ります。オリマキ君、セリフ。ドミナはチッチに嫉妬しているんだ。君が若くて美しいから。ドミナさんも美しいわ。若くはないけれど。チッチ、そうまでして君はこのハベンナで一体何を手に入れようとしているんだい？ジレ、ハベンナは快楽と欲望の町。私もハベンナの女よ。わからないよ、チッチ。君がそれで満たされているとは僕には思えないもの。織巻くん、君本気で全くわからないって顔するね。でもジレはわからないって。言葉が感情をそのまま表すとは限らないんだよ。この前言ったことと被るけど、人の感情を喜怒哀楽で分けないで。竹を割ったような性格の織巻くんとは全く違う人なんだよ、ジレは。気をつけます。次、カイ。教会の懺悔室にファキオとドミナが駆け込んできたシーンね。大鳥くん、再びゴー。神父様、神父様、私は懺悔しなければなりません。どうかファキオの懺悔を聞いてあげてください。ついでに私も懺悔させてください。なさい。ポンタルチアはここハベンナで繁栄を続けております。いずれは川向こうに渡り、ポンタルチアを100号店まで拡大いたします。どうか神よ、傲慢で野心家の私を許し、私の才能に皆が嫉妬しないようにお守りください。偉大な功績を成し遂げるであろう彼に、私もついて行きます。どうか器量の悪い彼の奥さんの代わりに、彼を支えることをお許しください。それとあの生意気なチカチーナに天罰が下りますように。神父様、我々はどうすればいいのでしょうか。我らの神は、昼も夜も問わず我々のことを見守っておられる。そして我らの神は
我々の強欲、怠慢、妬み、そねみのすべてを愛しておられる。寛大なる神の大きな愛に感謝するのだ。カイ、相変わらずハベンナの神父らしくないね。もっとハベンナの神父らしく。ハベンナの神父。お次はフミ。ミゲルが働く夜部屋に不義王の将を感激してきたチッチとルキオラがやってくる。ルッキー、チッチ、夜部屋にようこそ。ご機嫌だね、ルッキー。聞いてよ、ミゲル。アグアクラブのショーで不義王が私に花を投げてくれたの。見てこの花、とっても綺麗。花を女性に贈るなんて意味深だね。しかもアガークラブの不義王、ハベンナ一のモテ男。そうだよね、ミゲル。どうしよう、不義王が私の恋人になったりしたら。彼と一緒ならハベンナを出て暮らしていくこともできる。ハベンナを？そうなるとルッキーに会えなくなっちゃうね。俺寂しいな。ミゲル、お手紙出すから。マジで？お返事分厚くなりそう。ああ、悪い。もう一回頭からやっていいか。フミさんとカイさん、いつもならすげえ勢いで役に入り込んでいくのに。カイさんはハベンナの神父がどういうものなのか捉えかねてるみたいだね。フミさんは初めてのジャックだから鳴らすのに時間がかかるだろうし。でも一番大変なのはアルジャンヌの二人だろうな。ルキオラ、もし不義王が恋人になったら本当にハベンナを出ちゃうの？チッチ、町の外には快楽と欲望だけじゃないものが溢れているの。私たちみたいなハベンナ育ちには想像もつかないようなものが。ルキオラはハベンナの外に何があると思うの？わからないわ。多分全てよ。シロタ君、そこはチッチの手を取って踊り出すシーン。明るく楽しそうにちゃんとチッチをリードして。シロタ先輩、稽古すればするほど苦しそう。やること多いからな。自分のペースでやれないのきつそうだ。いつもならここで橘がフォローに回ってくるんだけど。踊って満足したルキオラは鼻歌を歌いながら退席。チッチとミゲルの会話。ルキオラ、不義王に夢中だね。花を投げて渡すなんてするからどういうつもりだろう。案外君に投げたんじゃないのかい？だって君が会場で一番可愛かっただろうから。だから軽いって言われるんだよ、ミゲル。セールストークは好きじゃない。
今は君の方がお客さんなんだからサービスしないとだろ。眠れないんだ。よもぎの香りが恋しいよ。ここで話すのはやめて。ルキオラが戻ってきちゃう。大変じゃない？嘘をつき続けるのは。じゃあ素直に話す？ミゲルがルキオラのこと好きだって。あなただって嘘つき。本当の気持ちを軽い言葉でかき混ぜて眠れない夜をよもぎで紛らわせてる。待って、橘君、順調に上達してる。上達すればするほどチッチから遠くなってる。え、今のダメなのか？上達してんのに。ネジ先輩、キサちゃんに無理難題吹っかけることが多いからな。何をやってもOKが出ない。どうしたらいいんだろう。私に何が足りないんでしょうか。ネジ先輩が意外そうな顔をしてる。あれ、そうか。ごめん、立花君。これ、もしかするとかなり根深い問題なのかもしれない。どういうことですか。とても分かりやすいはずなんだ。君ならすぐに気がついて走り出せるくらい。本当に単純なことなんだけど、伝えられるのはチッチを演じるために最も必要な要素が欠けているってこと。拙くたどたどしかった新人公演の時の方が魅力的に表現できていたよ。新人公演の方が？チッチを演じるために必要なものは君の中にあるはずなんだ。見つけ出してほしい。はあ、新人公演の時の方が魅力的に表現できていた。今の私にはなくて、あの時あったものって何だろう。橘。あ、イニシ先生。苦労しているみたいだな、オーラマ・ハベンナ。ネジ先輩が私に何を求めているのかつかめなくて。これはお前には酷すぎる課題だ。え、エニス先生は私に何が必要か分かるんですか。ああ、チッチはお前に似ている。怖いほどにな。お前の努力の結果がこんな形になるとは。エニス先生、どういうことですか。俺から言えるのはそれくらいだ。お疲れ様。あ、チッチと私が似ている。おはよう。
チッチはお前に似ている。怖いほどにな。あれはどういう意味なんだろう。視線を感じた。立花キサ。田中右先輩。器が濁っているな。ネジ先輩はまたお前にジャックをやらせているのか。いえ、冬公演はアルジャンヌです。アルジャンヌ。アルジャンヌがなぜジャックの顔をしている。え？俺の手を取れ。与えてやる、今のお前に必要なもの。この手を取れば私に必要なものが手に入る。田中右先輩の力を借りれば。わかりました。それでいい。何一つ取りこぼすな。すべて委ねろ。お前をジャンヌにしてやる。それじゃあ稽古始めようか。立花がいないんですけど。連絡もなく遅れるのは珍しいな。せえ、宗師、一緒じゃねえの？いや、先に教室出て行ってました。稽古場に行ったものだと。俺が探してくる。みんなは稽古を進めておいてくれ。悪いね、頼むよ。なんかあれば呼べよ。ああ、立花いないか。一人で思い悩んでいなければいいな。導かれるように体が動く。心が柔らかくほぐれていく。忘れていたものが蘇るような感覚だ。これが私に足りなかったもの。この正体は、お前本当に男か。立花、稽古の時間だ。カイさん。早く来い。はい、失礼します。田中右先輩。カイさん、すみません、稽古に遅れて。しかも探しに来てもらって。恐ろしいやつだな、田中右は。え？お前からあんなに力を引き出すんだ。やはり普通じゃない。コクトがお前に求めていたのはあれだったんだな。ネジ先輩が求めていたもの、それって。田中右にリードされて踊るお前の姿は美しい女性にしか見えなかった。
女性、私が隠し続けているもの。橘。え、あ、エニシ先生。話がある。悪いな、借りていくぞ。チッチを演じるために何が必要なのか、もう分かっただろう。女だ。ルキオラとの友情も、フギオとジレの連母も、ドミナの嫉妬も、チッチが女性だということに結びついている。エニス先生、私、新人公演の時の方が女性らしく演じられていたんですか？厳密に言うとそうじゃない。え？新人公演の時のお前は自分が女だということを隠すのに不慣れで、良くも悪くも年頃の少女の気配がにじみ出ていたんだ。だがお前は演じるのが上手くなっていった。舞台に立っている時も立っていない時も、お前が演じる少年に血肉が通い、お前の一部になった。だからこそお前の体は必死で隠してきた本来の性を演じることに拒絶反応を示している。その感覚は間違っていない。お前がもし全力で女性を演じたら女だとバレてしまう可能性があるからな。さっき田中右先輩と踊ったんです、ジャンヌとして。そうしたら、お前本当に男かって。演じることを偽りだと思う人はいるだろうが、演じれば演じるほどその人がどんな人間なのか観客は感じ取るものだ。お前の演技はお前が考えている以上にお前の心の奥底までさらけ出してしまう。隠さなきゃいけないものまで。お前が本気で女を演じれば、田中幹のように感づく人間がいる。エニシ先生はチッチが私に似てると言ってましたよね。それってよもぎ売りだということを友達のルキオラに隠すチッチの姿が。女だってことをみんなに隠している私に重なったからですか？うん、オーラマ・ハベンナはどの役も演者にリンクするものがある。直視したくない現実が練り込まれている。それを舞台の上で晒すことで抱えている問題を消化させようとしているんだろう。ネジはお前が女を演じることに抵抗があることを感じ取っているのかもしれない。全てさらけ出してしまえば女だとバレてユニベールにいられなくなることを知らずに。今日の稽古は休め。俺から言っておく。女を演じる。うわ、雨だ。また寒くなるぞ。橘のやつ、大丈夫なのかね。
何もできないのか。俺はどうしてユニベールに。しっかり考えないと。私がやりたいこと、やらなきゃいけないこと、何を得て何を失うのか。これから懺悔室で激しく懺悔のフリーレッスンぞ。スピーディーな動きでいかにもハベんなってダンスだから、しっかりついてこいよ。稽古はしっかりしておかないと。舞踏力上げりゃ踊りやすくなるから、自信がねえならダンスの授業を受けとけよ。おい、大丈夫そうか？貴様、昨日は稽古を休んですみませんでした。どうするにしても今は自分にできることを全力でしなきゃ。先輩、きつそう。なんで僕なんだよ。
城田先輩、顔色が悪い。それじゃあ稽古に入るよ。頭から通しで行くからね。じゃあ次はミゲルとルキオラのシーン。露店で買い物をしているミゲルにルキオラが声をかけるところね。海、城田くん、よろしく。じゃあこれもらえる？爆クッキー。はあ、ありがとう。かわいいクッキーね。ルッキー、君のクッキーがあれば迷わずそっちを買ったさ。お客さんよ。クラブの人に出すにはかわいすぎるけど。それよりも見て、フギオがくれた花、まだ元気なのよ。すごいでしょ。城田先輩、声が弱々しい。城田君、そこは弾んだ声で。それよりも見て、フギオがくれた花、まだ元気なのよ。すごいでしょ。次はミゲルの手を取ってダンスだけど、城田先輩ふらついてねえか。顔色も悪いよね。おい、ミツ、大丈夫か？くそ。城田先輩、踊り出した。ここからルキオラの花歌。ララ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 。僕にアルジャンヌなんかできない。城田先輩、できる人がフミさんがやればいいじゃないですか。ミツ、すみません、すみません。休憩。え、アルジャンヌがそれじゃ話にならない。ネジ先輩、城田先輩だって必死で。振り巻きやめろ。ネジさんの言う通りだ。でも椅子飲んでくる。城田先輩。クロウ、お前何か焦ってねえか？そうだね、焦ってるよ。焦らなきゃいけない理由もわかるでしょ。わかってるよ。だけどな、お前だけの力じゃ舞台は回んねえんだぞ。それはそうだね。俺の責任だ。え？俺が不甲斐なかったからだ。カイさん、城田先輩戻ってこない。大丈夫かな。顔色も悪かったよね、城田先輩。なあ橘、ちょっと様子見てきてくんねえかな。先輩たちはなんか変だし、俺や世永が言っても
追い返されちまいそうだし。そうだね、キサちゃんなら。わかった、行ってくる。白田先輩、どこにいるんだろう。大丈夫かな。立花、そんなところで何してるんだ。白田先輩、僕らがいないと稽古ができないだろう。戻るぞ。は、はい。アルジャンヌは降りる。え、行くぞ。あのアルジャンヌ降りる。